はいどうもごまみれですえー、タックルバランスの話なんだけどさよくさあのー、なんか指の上にさ、えー、タックルをね乗せて、えー、センター取れてますよみたいな話するじゃないですか俺そこでちょっとふと思ったんですよ。だいたいそのこんな感じでさ、えー、中心をここに持ってくるじゃないですか結構そのグリップのロッドのグリップの上ら辺を。 センターにすするじゃないですかあのリールのフットのなんか足のね前側というかここをセンターに持ってくる人って結構おるじゃないですか。うん、まあこれも正しいっちゃ正しいんだけど実際のとこその釣りの状況を考えてみたら俺思うのよ。あのー 魚種によって、その、つる、つる、その、なんて、魚種というか、つる、その、状況によって、バランスって変わらんけみたいな。うん。なんでかっていうとね、ええー、例えば、うん、これがわかりやすいかな。あのー、これね、結構グリップの前の方に重心持ってっとるじゃないですか。これ一応、シーバスロットじゃシーバスロットなんだけど、ほら、えー、 うんまあ一応これ2つの意見が一応2つの意見というか2つ通りがあってかけるまでの重心なんかかけてからの重心なんかっていうのも関係してくるわけよ。なんでかっていうとかけるまではねあの右手がさっていうかそのロッドを持っとる手がね、えー、ここになるわけやねんかこのリールの沸騰のところに、えー、人によっては2フィンガー3フィンガー1フィンガーっつって、えー、持つわけやねんか。 だから、えー、魚をかけるまでの操作のことを考えたら、重心はここに来るわけよ。リールのフっトのところに来なきゃいけないはずなのよ。うん。中心よりもちょっと前めに構えてしまうと、その、なんていうのかな、あの力が伝わりにくくなるというかさ、なんかもっと大きい画像ねえから、この、てこの原理の。うーん。 なんかもうちょっと大きいあれがあったらいいんだけどな。まあまあそんなことなのよ。けど、魚をかけたら、ファイティングポジションってあるじゃないですか。ね。あの、それこそシーバスでも、ショアジ軸のロットでもそうだけど、えー、このね、グリップのフロントの部分が長くなっとって、あのリールのフットにかけ取った手を、こっちにかけて、ね、あのフロントの部分に持ち直して、 で、例えば、えー、ショアジグだったら、えー、腰に、あのー、グリップエンドを当てて、で、あのー、おョアとかだったら、あのー、キンバルだったっけあの、なんか、前掛けみたいなやつ。あいつに差し込んだりとかして、そしたら、中心はここになるわけやねんか。ここを持って、あの、上上げ、下下げ、みたいな感じで巻いてくわけだからね。特にスピニングだから、ポンピングアクションだし。うん。けど、 例えばエリア・トラウトとかってそんなアクションしないじゃないですか。ね、エリア・トラウトとかやるときも基本的に、えー、リールの、ね、フットに手をかけっぱなしでなんかそのね、はあ、肘のとこにさグリップエンドを立てるような感じよう村田さんが言うとるやつワールドシャーローの説明のときに村田さんがよう言うとるやつよ、ね。ファイトのときは、えー、<laughs> リールのそのフットに指をかけたまま 肘ににグリップエンドを当てて支点を作ると簡単にやり取り取ができますよみたいな、うん。ああいうことになるから重心はまあそれによっても変わってくるかもしれんけどね。このエリアトラドがそういうそのファイティングポジションっていうのが変わらないロッドっていうののセンターってこのリールのフットのところじゃねえかなって俺は思うのよ。うん、こんなんでもなければ うんこんなんでもなければエギングとかもそうやにかうんかこれはちょっと前すぎるよね。ね真ん中よりちょっと後ろくらいにあるとほらなんていうのかな中心というかその視点がさ、えー、真ん中よりもその前後ろに行くとこっちがだれるわけやねか。ねね、これ竿先だとして、ね、この力点のところが竿魚かかっとる力点。 で視点のところが前すぎるとこの力点のところがだれるわけよグリップエンドが重くなるというか後ろすぎるとこの前があのー、下がりすぎてまだこれもバランスがおかしくなるわけようんだからそれその釣りの状況とかそういうのにのよって視点とかって全然変わるよなって一概にここみたいなことって多分言えないんじゃないかなかもっと厳密なことを言えばあのー、なんて言うんだろう もっと厳密なことを言うのであれば人によって変わってくるじゃないですか。ね。人の力だったりさ。うん。それともなんかなんていうのかな人の力もそうだしあとはまあぶち込んどるリールとかのもそうだし魚もそうだし、えー、いろんな意味でね変わってくると思うよねその。であの何、ー、て言えばいいのかなもっと恐ろしい話があってこれってほら タックルを横から見た時のセンターバランスじゃないですか。リールの左右のバランスもあるのって意外とみんな出演しとるのよ。どういうことっていうと、ね、基本的にタックルバランスうとかって言ったらみんなこうこう見るじゃないですか。ね。横から。から縦もあるんですよ。えーリーールのハンドルが重くて、えー、ちょっと後ろから見た時にハンドル側に傾いとったりとか。 ハンドルが軽すぎて、えー、ちょっと、ね、左に浮いとったりとか。うん。まあ、一応、それに関しては、えー、ほら、手で握って固定するわけだから、そこまでなんか、あのー、歪むというか、たわむというかな、たわむんじゃないか、歪むというか、そういうのはほぼないんだけど、うん。人間があの、手で調節するから、うん。けど、厳密なタックルバランスって言ったら、 ね、ほら例えばそれこそエリアトラウトのチンチクリーンナルアーを使っとる人たちとかねあのメバルとかさアジとかやってる人もさそんななんかギュッて握らんねえかタックルを本当に指をかけるぐらいでスッとなんか支えるみたいな、うん、持つというよりもなんか本当に支えるみたいな、うん、っていう状況で巻いたりするわけやねえかそういう時にこの左右のバランスってのも影響してくるわけよねうんまあただ魚が大きくなればなるほど結構大味な釣りになってくからうん だって平正相手になんかフィネスとかやるんねか普通に考えてうんちんちくりんのメバルとかさ本当にもう20センチくらいのニジマスとかに対してなんかねちんちくりんなことをやるけどさうんそういう意味でも本当にそのバランスこここ,こ,これが分かりやすいかうんこの左右のバランスもあるんよねハンドルが重かったらちょっとこっちが傾くしうんねだからあの ほら、立てかけるようにさ、あの、こっちのリールの右側にさ、なんて言うんだろう。うん、これ,これ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 、これこれこれ、これこれ、スタンドみたいなやつうん。をつける人もおったり、で、ほら、この、この動画もほら、リールのバランサーおすすめみたいな感じのブログだけど、その、これはね、悪い、悪い例でね、あの、リールの単品だけの重心を測っとるというかさ、タックルにつけてのバランスだから、うん、結局は一緒になるからさ、 ねタイヤがタイヤがどんだけすごくても車に組み込んだら車の性能がさ、ね、車の性能とかそういう重心とかさそういうのが結局タイヤに影響してくるわけやにかタイヤ単品うんぬんよりもそれと一緒で、うん、でまたハックルのそのバランス一つ考えるのも全然変わってくるんだなって、うん、多分ねこれねあのもちろん力の伝わり方っていうのも、えー、変わってくるし人間の疲れ具合にも変わってくるよねうん。 だからこそほらオフショーとかでねキンバルドが使ってあの体にあの固定するような感じでロッドを持ってあの全身を使ってやることによってね、うん。だからほら人間で言ったら人間のその視点というか中心って腰なわけやねんか。ねっ回転のごとく要って書いてあってさ腰なわけやねんか。これが腰よりも下。ね 腰よりも下に重心がある人というかさセンターがある人腰よりも上にセンターがある人そんな動きを人間で想像してみてくださいうん動きにくいよね <laughs> ね腰がしっかり動くからこそねスポーツにおいても何においてもそう腰がしっかりねあのー、中心センターとしてバランスが取れとるからこそえ何、ー、て言うんだろういいパフォーマンスを発揮できるというかうん っていうのもあるのよねでそれこそあの腰痛持ちの人なんかもねよく言われるんだけど腹筋と背筋の筋肉のつき方のバランスによって、えー、変わってくるよみたいなうん。腹筋ばっか強くてもねあの腰のバランスというかさ体のバランスがね前がかりになったりとか後ろ反りすぎになったりとかそういうので、えー、腰痛めるよっていう人も結構おるのようん そういうのがあってなん何事にもバランスってのがすごい重要でね。うん。まあ、あのー、自分のその一番やりやすいセンターバランスっていうのはどっかは、まあ、皆さんがおのの調べてみんとわからんのやけど、ね、この動画を参考にね、あのー、聞いてっていうか考えてみてもいいのではないでしょうか。うん。そんな感じのお話でございました。はい。以上、こまみれでした。